はい、こんにちは、課長アスカです。今回もアンジェリックルミナライズをやっていこうと思います。まあ、前回まではですね、まあ、55日目というか2回目のね定期審査が終わって、まあ、ストーリーがちょっと進みましたと。ということで今回もまあちょっとストーリー中心でねやっていこうと思います。で、まあ前回からいろいろ先延ばしにして言っていたんですが、まあ、誰を恋愛対象にしてね話を進めるかっていうところで、まあいろいろね、まあ考えたんですけど、私は。まあ動画の中では、まあ、恋愛対象バージルさんにちょっと焦点当てていこうかなと思います。はい。まあ、なんかね、ロレンツォとか、ユエズ様とかね、うん、もうこう、6段階までね、恋愛進行してるんですけど、まあそれはそれで、はい。まあちょっと頑張っていこうかなと思います。おやすみ。ん？あ、バージル。うわ、言ってたら出てきたな。おや、ミラン。お散歩ですか？そうだね。暇すぎてさ。あ、そうなんだ。女王試験をやらざるを得ない状況とはいえ、普段の生活はそう変わらないですからね。ミランはもう守護聖になって13年でしたっけ？いやー。それは退屈もするでしょう。長いわ、13年ね。バージルは守護聖になったのいくつの時だっけ？いいぞ、ナイス、ナイス質問。22ですね。 22? あれ？社会人経験がという話を前ローさんとした時にバージルさんもしてなかったという話をしたばかりなのだが。いいな、外の世界で大人になれたの羨ましいよ。そういう解釈なんだ。まあ閉じられた世界ですもんね、こっちの守護聖の人たちの世界は。どんな風に生活してたの？別にいい人ってわけじゃなかったでしょ。こら、どういう意味ですか？俺はいつも貧困法制ないい人ですよ。へえ、そんなわけないでしょ。いや、食い下がるなミラン。まあでもミランは本質をつく人だから、あながち嘘じゃないのか。いい人じゃなかったでしょって真正面から言いますか？あります。まあ詮索しないでくださいよ。はいはい。出さないね、動揺しないね。バージルさん、ああいう対応はできるんだね。いや、なんか、うん、そうね、アスカに対してちょっとおかしかった部分もねあったんで。あれですけど、さあ日曜日か、どうしようかな。おはようございます。あ、持ってたタンブラー。お酒を飲むのにもちょうどいい大人っぽいタンブラー、これあげよう。はい、これよかったらどうぞ。プレゼントですか？これは、うん、タンブラーですね。ありがとうございます。酒を飲むのに良さそうだ。まあ、お酒だけじゃないけどね、使い道は。喜んでくれてよかった。さすがに女王候補を酒盛りに誘うわけにはいかないし。まあ一人で飲みますよ。そういう解釈。へえ、やっぱ女王候補とね守護聖にちょっとなんか、ね、あれが壁があるみたいですね。で、行けるかな。公園ですか。青空面談したいんですね。よし、わかりました。楽しみです。よかった。あ、待って、カンニングしたい。カンニング、いや、38は大陸のハッツンドだったはず。ええー、そうです。やった、合ってますよ。敵ではないですが、ライバルの状態を把握するのは大事なことです。あなたが試験に真剣に向き合っていることが伝わってきますね。よかった、さすがです。3問正解ですね。さあ、これで最後のところまでいけるかな。お疲れ様でした。俺も楽しかったですよ。この後は公園の中を散歩しませんか？そうそう、もちろんあなたの時間が許せばですが。そう、青空面談の後はチャットができるから、カフェテラス行こうか。いやー、なんか細かい数字今回はね微妙だった。それではここでお話ししましょうか。いやー、解けてよかった。何の話をしましょうか。本当にギリギリだった。でね、そう、バージルさんのお話になった時はね、これ聞きたかったんですよ。これ水泳、バージルが
湖で泳ごうとしてミラに止められてたって話を耳にしたんですけど、そうこれね、ミラに止められるってどういう状況っていうね話です。ああ、分かっているんですが、いつもミランに釘を刺されるんです。ここで泳がないでねって。いつもですか？はい、俺は泳いだ前科があるので。それ以来ユエとミランには睨まれています。ユエ様にも言われるんだ、面白いね。でも一回きりなんですよね。うん、うん、やってんな。これ前科どころか何回かやってますね。これは何か他に話したいことはありますか？話そらした。やってますねこの人。いやー、ま、どうしようかな。どっちかは聞こうかな。髪型かな、これ。まあ意図してやってるんだろうけど。改めてどうこう言うのは少し気恥ずかしいですが、そうですね、機能性かな。機能性？あ、意外だな。なんかあの品性を出すのに使っ、こういう髪型にしてるのかと思ってた。うん、動いて邪魔になるような長い髪は苦手ですし、すぐ乾く長さがいい。なるほど。かといって短すぎるのも品がないし、うんうん、結局このくらいが落ち着きます。でも前髪目にかかってるのはいいんだ。なるほど、納得しました。何か他に話したいことはありますか？なんかいまいち、なんか隠してる気がするな、なんか。本当にそれだけか。あとどうしようかな。これかな、擬態。公園でバージルが木の間に隠れているのを見たっていう人の話を聞いたんですが、そうこれね。何してるんだろうっていうのをね、感じたんですけど。ああ、心当たりがあります。先日とある人の悩み相談に乗ったら、次々人が集まってきまして、仕事があるので切り上げようとしたんですが、それでも人が増える一方だったので。そうなんだ。なんか他の人に信頼はされてるんだね、なんか。いや、今の言い方はちょっと悪意があったな。やむを得ず木に擬態してその場をやり過ごそうとしました。へえ、そんな囲まれるような人なんだ、バージルさん。いや、確実に偏見ですけどね。まあそっか、私はまあバージルさんの変なとこ知ってるからってなるけど。バージルさん外面はめちゃくちゃいいもんね。うん、擬態？そんなことできるんですね。いえ、無理でした、失敗しました。できんのかい。そうですか。いや、でも戦地出身だったらね、ある程度の擬態はできそうな気もしますけどね。そろそろ話し疲れたのでは。今日はおしまいにしましょうか。あ、終わりか。そうですね、毎回3つしか聞けないのがね、残念なんですよね。もっとあなたの話が聞きたいですね。嬉しいです。じゃあ行きましょう。少し摘んで帰ろうかな、お花がいっぱいだと。チューリップだよねこれ。構いませんが、俺と話している間ずっと花を握っているつもりですか？うん、確かに。やめときます。そうだね、まだ時間がありますね。話を続けましょうか。あ、お花の下り終わりなんだ。すっと終わったな。あ、風船。バージルは子供の頃風船で遊んだりしましたか？あったのかな風船。俺はそんなに、うん、でも弟は風船が好きでしたね。せがまれるたびに膨らませていた気がします。弟2回言ったけど。バージルさん、優しいお兄さんですね。ありがとうございます。バージルさんお兄ちゃんだったんだ。へえ、うん、そう、へえ。もっとあなたの話が聞きたいですね。お兄さんだったのか、そっか。なるほどな。待って、お兄さんのくだりまだ引きずってるわ。ちょっと待って。
いやー、私お兄ちゃんキャラ好きなんですよね。これはまた上品な食べ物ですね。いや、バージルさん食べ覚えあるでしょ、上品なものは。まあそうですけど、苦手ですか？ミメは嫌いじゃないですよ、うん、でも、もう少し腹に溜まるものの方が俺は好きですね。あーぽいわあーぽいぽい、そうだね。バージルさんの品性ってなんか外付けの、な、後からつけられたものだからね。根は多分こういう感じのタイプだと思う。なんかちょっと粗雑というかね。なるほど。まだ時間がありますね。話を続けましょうか。そう、質より量みたいなところがね、ぽいと思います。あ、来た。心地いい風ですね。もっと喋りたくなる。いいですね。こうしていると守護聖として選ばれた時の話を思い出しますね。あ、そうなんだ。あの日俺は自分を取り巻く風を初めて美しく力強いと思いました。懐かしいと同時にどうでもいいことまで思い出してしまった。何？何ですか？俺はあの時居並ぶ守護聖を見て初めて男を美しいと思ったんですよ。あ、そうなんだ。へえ。今思うと中身はあれだぞって教えてやりたいんですけどあれってまあ、いや、メンツにもよるけど、そうね、まあ、フェリクスなんかは中身きついからね。まあ感性が変わったんだね。その時揃っていた守護聖は、あなたの知っている守護聖はユエ、ノア、ミラン、フェリクスですね。あ、そこはフル株なんだ、さすがに。視界が輝いて見えたんです。懐かしい。中身はともかく。何回も言うね。バージルもそこに並んでさぞかしきらびやかだったでしょうね。それこそ中身はともかくと思ってしまうんですが、まあありがとうございます。そうね、バージルさん見た目イケメンだからそこは自信持っていいよ。ちょっと見てみたかったな。まあ確かに他の守護聖のね、そのローさんとか前任の人も見たかったね。どんな感じなんだろうね。そろそろ時間かな。日が暮れないうちに帰りましょう。はい、終わりか。あっという間は寮までお送りしますね。あなたと並んで歩く時間は少しでも長い方がいい。こんなこと言うてますよ。言ってますよ。いやー、魔性の男。とても充実した一日を過ごせました、誰かと過ごす時間がこんなにも貴重に感じるとは。また一緒に出かけましょう。楽しみにしています。ありがとうございます。だから今のセリフはだいぶ本心に忠実に喋っていたような気がするな。いや、バージェルさん隠す時の口調とそうじゃない時の口調がちょっとずつ分かるようになってきた気がする、じゃあ水晶玉を見て、まあ今回はバージェルさんを見ようかな。彼女今何してるんだろう。って、ん、どうして俺はそんなことを気にしてるんだ。いや、どん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 気になってきてるね。早く自覚してほしいな。そう、なんかずっと言ってるんですけどね、あの人自覚がないんですよねっていう。面白いけどな。さて、おはようございます、はい、本日もま、寝起きはみんなそういうものですね。はい、ありがとうございます。ということで、まあ今週もまあストーリー中心で進めていこうかな、と思ったら早速ね、呼んでますね。はい、恋愛イベント GO。 ああ、いらっしゃい。昨日はお疲れ様でした。とても有意義な一日でしたね。そうですね。君も来てたんだ。先客がいるところにごめんね。ミランだ。バージル、頼まれてた書類。ああ、すみません、ありがとうございます。
守護星がこうやって書類届けることもあるんだね。いえいえ、ここのところ根詰めてるみたいだけど、ほどほどにね、うん、それじゃ。あら、バーチルはいつも忙しそうですね。私もまた今度にしましょうか。あ、いえ、そんな、俺が勝手に予定を詰めているだけです。そうしないと落ち着かないので。またあれかな、書類隠すパート始まっちゃうのかな。そうなんですね。じゃあ、要件を言います。理由を聞いてもいいですか。時々冷たい。アスカ、落ち着かないわけが何かあるんですよね。話すほどのことでもないと思っていましたが、うん、やむを得ないですね。いや、頼ってよ、ね、こう言ってはなんですが、あなたに女王は向いていないと思っています。えい、おや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 、なんか変化球来たぞ。え、あなたは楽天的ですし、迂闊だ。はあ、以前森の湖でお会いした時も、その油断が命取りだと思いました。え、はあ、女王は世界の命運を握り、多くの命を預かる立場にあります。そうですね。それは何事かあれば、自分の命を削ることを意味していると思います。その重大さを理解していますか？うん。女王の重荷は、これは絶対ダメでしょ。まあ、そこまで言うんだったら教えてください。バージルならわかるんですか？ていうかこれさ、バージルさんがせかせか仕事してるのと関係ある？ねえバージルさん、急にどうした？俺の故郷の記憶、それはすなわち戦争の記憶です。あ、来たな、来ましたね。バージルさん口ではね、戦争っていう言葉あんまり使わないんですよね。争いが絶えない地っていうのはね、今までの恋愛イベントで言ってたんですけど、やっぱ戦争してたんだね。母は幼い頃に病で亡くなり、父は戦いに巻き込まれて亡くなりました。ああ、そう。残った唯一の家族である弟を守るため、俺はいろいろな、あらゆることをしました。それでも自分は守護星に選ばれた。俺にとって理解しがたいことでした。過去を悔い償う機会を与えられたのだと思えたのは、守護星になり平和を手に入れてからのことです。あ、なんかミランがさっき言ってたバージェルっていい人じゃないでしょっていうのは、なんかそこの過去になんかつながるものがあるんだろうね。バージェルさん自身もそれは自覚してるけど、なんか守護星になってね、安定した生活を送るまでは、うん、なんかその過去、過去を悔いるっていうのはしなかったんだろうね。弟のためになんかいろいろやってきた人なのか、ちょっと待ってくださいよ。そういう設定大好きなんだ。穏やかな時間がなければ、人は罪を認めることもできない。同時に思うんです。俺が守護星に選ばれたことに意味があるとしたら、人は甘やかな平和のみでは生きていけない、うん、生き抜く厳しさを知っている俺だからこそ、今この場所に立っているのではないかと。あ、なんか今この安定してる生活っていうのは決してなんか当然のことじゃないんだよっていうのを知ってるから、バージルさんがここにいるっていう、そういう解釈でいいですか？俺はあなたに厳しさを教えます。そんな調子ではそのうち寝首をかかれますよ。え、ということは厳しさを教えるためにせかせか働いていると言いたいのか？つまり、うん、まあ今の言葉をそのまま取ると、まあこれね、私は前と言いたいんですねっていうなるんだろうね。いや実際そう言ってるよなこれ。いやでもバージルさんの考えてる意図はそこじゃないと思うな。この人前の恋愛イベントもそうだったけど、本心の前に余計なこと言う、なんか性質があるっぽいから、これかな。まあいいように解釈しよう。心配してくれてるんですね。湖の時も、今も。違いますよ。それは勘違いです。油断してると危険だと言いたいだけで、俺はあなたのことなんて。
あなたのことなんて。いや、心配してますよね。冷静。わかりましたよ。心配です。これでいいですか？ほら、やっぱり。なんでそういうことを最初に言わないのかな。はい、ありがとうございます。いや、アスカの胆力もすごいな。めげないしね。前向きだしね。嬉しそうに言いますね。人の気も知らずに。それは思った。いや、でも大体バージルさんの言い方が悪いからね。つまり、厳しさを理解すれば私が女王になっても構わないってことですか？さあ、いいんじゃないですか。俺が決めることではありません。何何。でもあなた、そんなに女王になりたいです？でも自分がうまく言えないからってそうやって投げやりになってるのはいけないと思います。わかりません。でも一方的に向いてないと言われると腹が立ちます。それはそう。優しさゆえの厳しさなのかもしれませんけど、というかバジルってちょっと変わってますよね。最初の印象とは違うっていうか、いや本当に本当にそう。アスカよく言った。本当に本当にバージルさん、ここまで来るのにだいぶ印象変わったのってなかなかないからね。そもそもどうして厳しさなんですか？バージルが司るのは勇気の力なのに。そうだね。それは、まあ、厳しさもあっていいと思うけどね。まあいいか、すみません。そこには大した意図はありません。まあいいかってなんだ？なんだ？とにかくこのように女王試験について俺は思うところがあります。はいはい。ずいぶん回り道の会話になりましたが、落ち着かないのはそういう理由です。なるほど、まあ自分の気持ちが入ってるんだね、この試験にはね。いやでも回り道の会話になったのは大体あなたのせいですけどね。考える暇を排除するために予定を詰め込んでいたんですよ。あ、ご理解いただけましたか？最初からそう言ってもらえると納得するんだけどな。言ってしまえばすっきりしました。そろそろ仕事に戻りましょう。要件をお伺いします。言いたいことだけ言って勝手にすっきりしましたよ、この人。はあ、なるほどね。いやでもこの本当にね、言いたいことの前にわーってなんかごまかすように何かを言うのやめといた方がいいと思うな。バージルさん、バージルさん、ツンツン、バージルさん。ああ、もうなんでこうなるんだ。いっそ心配だと最初から言っていればよかったのか。そういうことだな。いや、厳しく行きます、ぬんかんぬの話がいらなかったっていう話ですよ。いや、後悔してる。あの人あれだな、一回、自分の言ったことを一日中引きずるタイプの人だな。いや、面白いな。女王候補たちのために。タイラ、突然ですがバースへのお忍び規制を再度行うことにいたしましょう。規制だ。あ、はい、わかりましたが、どうしたんですか？飴をあげる必要があるのです。飴？カンフル剤と言ってもいいですね。あ、飴とムチの飴。なるほど、俺にとってもちょうどいいです。最近緊張感に欠けてきたところなので。母って。そうなんだ。まあ、タイラー戦でもね、まあちょっと気が抜けるときあるよね。慣れ、油断、そして悲劇。目の覚めるような激務をお渡ししましょうか。え、怖っ。結構です。それでは王立研究員の方で準備を始めますね。え、あの対応に対して結構ですって軽っ。お願いします。なんかタイラーさんと仲いいんだね、サイラスさん。おはようございます。 いつも以上に顔色がいいですね。良い夢でも見られましたか？いや、知ってるくせに。はい、私の2回目の帰省がどうとか。なるほど、はい、その通りです、はい、準備ができたらお声掛けしますので楽しみにしていてください。なんかもう特に驚かなくなってきたね、サイラスさん。わかりました、ありがとうございます。では私は失礼いたします。帰省はあれか、日曜日か。火曜日。そこまで動画に収められたらいいなっていう考えですね、今ね。
やった発展度がね50乗りましたね。でここに闇の女王候補レイナの地、まあ、レイナの方にもまあ勇気のね力が入って建物が建つと。これレイナのとこだいぶ偏ってるけどいいのかな。でミランにもちょっと送ってもらったので建物がさらにもう一個追加されて、よしよしいいぞ。これ女王候補レイナから鋼の器用さを奪ってって頼まれちゃったんだ。俺の力をたくさん戻すね。しかもたくさん。あファンタジーパークだっけ。あこれ建物1個減ったらゲージ、あゲージ変わらない。あよかった、ギリギリランドマーク建てるほどにはなってた。やったセーフセーフ。ででミスティックカナルにランドマークが立ったようですっていうのと、こっちね観覧車、観覧車できましたが、すごい。でこっちのねファンタジーパークの方にもランドマークが立ったようです。いやこれでランドマークコンプリートした、よかった。ではい、まあ偏りができたので、うーん夢のサクリアが多すぎるようです。はいすいません、あの存じ上げております。はいあらら、あー減っちゃうか。まあ、でも確かにね今日ちょっと多かったよね。うんはいすいません。でもそれは今日フェリックスがいっぱい光の光じゃない、あのサクリアを送っていただいたので、うん、まあ仕方ないと思います。はい発展度49で止まった。おはようございます。そう、何してくれとんねん感が否めないな。土曜日行くまでに50乗りたいな、なんとなく。50に乗ったね、発展度。大丈夫だね。やった。今50。おはようございます。先日お伝えした規制の用意が整いました。はい。私、バースに帰れるんですね。時間は限られていますけどね。次の日の曜日の夜になったら王立研究院へお越しください。明日ですね。例の気配薬もその際お渡しいたします。わかりました。また女王候補の身に何かあっては取り返しがつきません。同行者をお決めください。同行者がいればトラブルがあっても王立研究院と連携が取れますので安心ですよ。希望を言っていただければ私が予定を確認してまいります。サイラスさん優秀だな。まあ、今回は、てかま、前回はね、カナタくんと行ったんですけど、まあ、その時はね、まさか規制が3回だとは気づかなかったので、はい、ちょっとね。それは反省して。まあ、カナタくん3回連続で行くのもありかなと思ったんですけど、まあ、なんか動画的にね、カナタくんと行ってカナタくんと結ばれるかと言ったらね、まあ、ちょっとそこは違うなと。なるのでバージルさんかしこまりました。お願いします。では予定をお聞きしてまいりますのでしばらくお待ちください。仕事が早いな。お待たせしました。心よく了承していただけましたよ。やった、よかった、ありがとうございます。いえ、帰省楽しめるといいですね。優しい。今日はどの曜日ですから大陸の視察に行くことを忘れなく。はーい。さ、どの視察はとりあえずバージルさんで行くかな。では同行していただく守護聖様をお呼びしましょう。一応ランドマークもできたんでね。お待たせしました。大陸の視察に行きたいのですね。いいですよ、同行します。ありがとうございます。では大陸につながる道を開きます。さ、大陸に来たところで、体力が6個か。じゃあ昼の視察行って夜の視察行く順番でいいかな。あ、よかった。天使様、お越しいただけてよかったです。天使様がいらっしゃると大陸が安定するのが分かります。あ、さすがですよね。そうか、今夢のサクリアが多いから、そうだ、こういうことになって。これからも見守っていてください。はい、よろしくお願いします。いや、その説はこちらも申し訳ありません。はい、すいません。あ、お礼を言われてしまった。
ね、戸惑っちゃうね、こっちのせいなのにね。じゃあ昼の大陸行こうか。わかりました。今日はダンスしてる人たちがいますね。楽しそう。ダンス、我々も混ざりますか。いい運動になりそうですし。踊れるの？もちろんいいですけど、バージルについていけるかな。あーそっか、バージルさん運動神経は抜群にいいもんね。そんな無茶な踊りをするイメージなんですか。俺はちゃんとエスコートしますよ。エスコートする。踊りましょう。お手をどうぞ。そういうタイプの踊りなんだ。終わりか。いやそこもちょっと掘り下げるところでしょうが。そうなんだ。どうしよっかな、どうしよっかな。ここ2つが新しくできたところでしょう。まあ上から順番に行きますか。ミスティックカナルに行きましょう。わかりました、行きましょう。来週も来れるかな。うん。おお、神秘的な街。初めてのお客さんですね。あ、ミスティックカナルへようこそ。ここは闇と水と地の力でできた霧の運河街。水族館や光と音のホログラム、フラワーミュージックやお食事などを楽しむことができますよ。はあ、なるほど。どうぞごゆっくり。はい。なんか前言ったプラチナコートだっけ、あそこの人よりもなんか落ち着いてて知的な話し方だったね、うん、やっぱりみんなの嬉しそうな顔を見てると胸が熱くなる。頑張ってよかったな。もうミスティックカナルではジャズ、サラダ、歴史物が流行しているようです、うん、好きな映画ジャンルが変更されました。これ覚えてないといけないかな、うん、今からどうしようかな。お魚さんとイチャイチャ触れ合いタイムですって、行ってみますか。生臭そうですね。いえ、行きますが。生臭そうですね。興味なさそう。そっか、いやそう。なんか魚と触れ合うっていうよりか食べるものって認識してそうだもんね、魚のこと。大丈夫ですか。タコはお魚さんには含まれないと思うんですよね。タコあったんだ。すみません、完全に意表をつかれてしまいました。疲れてるな。私も飛びかかってくるタコ、危ないじゃん。初めてです見たの。触れ合いコーナーとは。バージルは反射神経がいいからああいう時大変ですね。自然環境下なら問題ないですよ。叩きのめせるから。動物の命を守らねばならない水族館だから、やむを得ずああいうことになったんです。ほう。まああなたの顔を直撃しなくて何よりでした。何が起こったんだ。手生臭くなっちゃいましたね。あ、でもかばってくれたとかなんかそういうことなのかな。そうですね。はあ、驚きました。めっちゃ疲れてる。いやなんかごめんなさいって感じだね。いつの間にかこんな時間。そろそろ帰りましょうか。飛空都市では数時間でしょうが、タイラーが心配しますから。そうですね。また来ましょう。その時はぜひ誘ってください。いやぜひぜひまた来ましょう、バジルさん。いやタコとねリベンジしないといけないしね。疲れさすの。いやでも面白いな。お帰りなさい。早かった、今回の情報。なんかその意表をつかれたバージルさんまた見たいな。ゆえ様ほどじゃないけどね、あのこの仮面が取れたバージルさんなかなか面白いからね。さようなら。さ、ということで土曜日が終わったし、あ、まずは水晶玉か。まず水晶玉で。今日は楽しかった。彼女もそう思ってくれてたらいいんだけどな。いやー、あの疲れてるバージルさん多分面白かったけどね。うん、まあでもあの会話っていうかセリフはあんま変わんないかな。さて
週末まで行きたかったけど、時間的に今がちょうどいいかな。はい。じゃあ一応ここで終わりにしたいと思います。まあ、次はね、バージルさんとの帰省イベントが見られるかな。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。課長アスカでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。